改修前の駅舎駅舎とホームの連絡要請。駅前風景九度山駅は、和歌山県伊都郡九度山町123-2にある、南海電気鉄道高野線の駅。高野線はこの辺りから、終点極楽九駅まで、本格的な勾配区間となる。標高94メートル。駅番号は NK80。当駅で交換中の各駅停車交換設備を、 備えた相対式2面2線のホームを持つ駅である。ホーム有効長は2、扉車4両。駅舎は、南波方面ホーム側の南波駅寄りに建てられており、反対側の高野山方面ホームへは、校内踏切で連絡している。なお、乗り場番号は設定されていない。また、いずれのホームの待合所へ行く際も、一旦屋根のない部分に出なければならないため、 雨天時の連絡用に傘が用意されている。南馬駅側には、保線基地があり、常時保線車両が留置されている。また、南馬駅側にのみ安全側線が設置されている。自動券売機とピタパーイコカ対応の自動改札機、乗り越し生産機、IC カードの現金積造機がある。高野花鉄道プロジェクトの一環として、2009年11月14日、橋本方面ホームに、 久度山真田花壇が設置された。木材には、和歌山県で育った奇襲材を使い、また、真田幸村ゆかりの地、久度山にちなんで、真田幸村と重有史のイラストが配された。これに合わせて、当駅の駅名標も、荒野、花鉄道独自のものに更新された。2015年11月には、2016年の NHK 大河ドラマ、 真田丸放映に合わせて、真田家の家紋、六分線の人幕やのれんが飾られるなど駅舎が、真田仕様に改装された。工藤山駅駅名表実際には校内に、上記の乗り場番号表記はないが、スマートフォン向けアプリ、南海アプリでは、下りが一番乗り場、上りが二番乗り場とされている。駅舎側が二番乗り場である。 2019年度の1日平均乗降人員は566人で、南海の駅では81位である。戸山町民にとどまらず、橋本市民や桂木町民からの利用もある。これは、南波方面へ出る場合、JR 和歌山線を利用して、橋本駅で高野線に乗り換える場合よりも運賃が安いためである。また、かつて、高野線の急行が南波。 極楽教官を直通運転していた時代は、橋本からの乗車より着席確率が高いことも当駅利用の要因となっていたが、2005年10月のダイヤ改正により、急行が橋本駅で系統分割されたためこの利点はなくなり、駅利用者の減少を招いている。各年度の1日平均乗降人員数は下表の通り、久度山町役場が西方にある、 JR 西日本和歌山線の高野口駅は北へ約3キロメートル。ありがとうございます。